試合に入っていく。今その胸には何を思っているか。俺剣山、いい戦いになりそうだ。さあファーストラウンド注目していきましょう。投げ、ドライブラッシュを使って速い展開にするか。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。さあコンボはきっちり。こかしてからの投げは抜けられず、体力差はある。さあ入れてプレッシャーをかける。 KO まで。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2ファイト。開幕バックステップ、距離を取った、掴んできた。さあここでドライブラッシュ、攻めのドライブラッシュ。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。ここでエセ、試合を動かしに行く。プレイヤー2、相手を圧倒している。さあここからは差し合いの領域となる。この投げは見えている。位置を入れ替えて、ここからはチャンスになる。うまくワンチャンス作ってリバサ選択、ここで球を使うか。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。ファイトラウンド、ファイト。開幕前飛び、ドライブリバーサルか。飛び道具をアクセントに、きっかけはドライブラッシュで前に出る。きっかけが欲しい両者、どこに活路を見出すか。攻めのドライブラッシュ、ハリアナを探す、インパクト返し、見てからなのか、素晴らしすぎる。緊張感のある迎撃成功の形、すかさず中心飛びを落とす。さあここ通らず、狡猾なまでの冷静さ、バウンドする、終わりか。これが最適解、これが最善手。ドライブゲージの運用が特に印象的だった一戦、思考スピードが素晴らしい。まだまだやる気満々、電線がお互いを高めていく、上を通していく。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。うまく打撃をさばいていく。両者次はどうする。さあここは投げが噛み合った。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離、ここでの押し引きが重要になる。プレイヤー1、ドライブゲージの運用が難しい状況、ドライブラッシュで前に出る、ドライブリバーサルを選択。さあバーンアウト、まずいぞ。プレイヤー1、ドライブできない苦し、攻めのドライブラッシュ。さあ良いレベルは4、どう仕掛ける。でバーンアウトしている。これはと、さすがの状況判断、削り KO に届く。プレイヤー1、まずは先制、しかし気は抜けない。ラウンド2ファイト。ここから何が起きる、次のラウンドが始まる。ここは投げを見せてガードを崩す。両者攻めのドライブラッシュ、試合は始まったばかり、どこから仕掛けるか。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。うまく投げていった、来るか。ドライブラッシュで前に出る、ラッシュ選択、ここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく、上を通していく。おっと、飛びを逆手に取って反撃していく。 SA ゲージを使わずにゲージを使っていった。レベル3選択、ゲージを大胆に使っていく。プレイヤー2、有利なゲージ状況をうまく運用で、上は倒しきる。プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。
comes a new challenger.機は熟した。いよいよ始まる。仕方ないな。やるか。さあ開幕。両者はどう動くか。ジャンプから仕掛けていった。飛び輪落として。さあ壁まで追い込んだ。うまく打撃をさばいていく。ここから。この投げはうまく噛み合わせて。ここからどうする。ドライブゲージには頼れない状況。少ないドライブゲージを活用していきたいところ。両者距離を取ってタイミングを測っているか。仕切り直す。プレイヤー1、さあ追い詰めた。投げは届かず。攻めのドライブラッシュ。投げは警戒しつつ、どうする。ドライブラッシュで前に出る。プレイヤー1、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。焦らずゲージ状況を見て。さあ下がった。倒しきる。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。飛んでいる。さあコンボはきっちり。気づけば壁がすぐそこだ。飛びは通さない。人来客、タクを迫る。 SA ゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。さあここからうまく投げていった。ドライブラッシュで前に出る。さあここからは差し合いの領域となる。弾を打つ。ゲージ差に気づけるか。ここで画面端。勝負の一撃だったが届かず。一息つける。ドライブラッシュで勝負をかける。バーンアウト、まずいぞ。バーンアウト、移動していたか。いや、ドライブゲージがなくなろうがお構いなしか。ここはどうなる。 KO。 プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。飛んでいる。さあきっちりコンボを決めてダメージを与える。ジャンプ攻撃はしっかりガード。ここは投げの選択肢。さあドライブラッシュで相手に揺さぶりをかけていく。飛び道具を打って自分のリズムを作れるか。飛びは通さない。さあダウンから。プレイヤー2、さあ追い詰めた。相打ち OK。 ここからさあしっかりと距離を取って、この距離は玉打ちで牽制していくか。値千金の入れ替えとなる。チャンスが訪れる。投げでとどめを刺していった。プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。投げは空を切る。飛んでいる。ダウンから投げを使ってガードを崩す。レッツ。さあ画面端も入れ替えて、攻めのドライブラッシュ。中足が刺さる。人来客、タクを迫る。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。上はダメ。プレイヤー1、丁寧に有効の飛びを見えている。うまくワンチャンス作ってねじ込むことはできるか。どうなる。ここで投げに行く。プレイヤー2、ドライブゲージが戻るまでは下手に。上への意識が高すぎる。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。開幕、上は絶対に通さない。中足がヒット。ここでバウンド。試合が来ぞ。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。どうした。待て。ここからが大事。足が出る。プレイヤー1、 SA ゲージ有利。これでドライブが使える。
きっちり落として体力状況は五分。さあ壁際の攻防が始まる。ここは通さない、通せない。前に出てこの飛びを見えている。ここで弾を撃つ。苦しいところわずかなゲージを使っていく。ここでフィニッシュ。プレイヤー1、一進一退の攻防の中にドラマがあった。さあ両者準備は OK。 では早速見ていきましょう。始めようか。さあ試合開始。実況解説は R でお願いいたします。めくり攻撃をしのいでいる。さあ投げ入って、ここからさあなんとか壁際は回避できたが、まだ余談は許さない。ダウンさせる。技を振れば当たる距離、危険な間合いに入っていく。飛びが刺さる。プレイヤー2、体力状況は厳しいが、ドライブゲージの運用次第ではまだチャンスはある。ここから試合は終盤戦。緊張感が、ま、ドライブラッシュで前に出る。最後は投げの選択肢。プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。重い一発吹っ飛ばす。プレイヤー2、さあ追い詰めた。さあ近距離の攻め合い、そしてさあここはドライブ勝利。上を通していく。ダブルラリアットから上は絶対に通さない。 KO。 さあ次で最終決戦。もはや気持ちの勝負となった。さあファイナルラウンド、勝利の女神はどちらに微笑むのか。迎撃成功の形。ドライブラッシュで前に出る。強烈な一撃、ダイナマイトパンチ。これは見えない。さあこれで画面は教えを使う。火力を上げ、打ち抜き、めぐる。これこそが龍の真骨頂。ここからチャンスになる。投げる、上は絶対に通さない。危険な距離で殴り合う。弾で様子見、対応を迫る。距離を詰める、しのいだ。繋いできた。この投げは通らない。ドライブに3枚に出るのか。飛びは落とす。うわー、バーンとする。この逆境覆すことはできるか。ここで勝負あり。プレイヤー2、最後まで目が離せないギリギリの試合だったが、見事勝利をもぎ取った。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。上は絶対に通さない。見えているか、この投げを。上、めくりが引っかかる。次はどの引き出しを開けるか。プレイヤー1、さあ追い詰めた。投げは警戒しつつ、どうする。飛びが刺さる。落としてからの、プレイヤー2、残り体力はわずか。しかしドライブゲージをうまく使えば届いた。プレイヤー1、まずは流れを作った。このリズムのまま倒しきれるか。上から仕掛けていく。このラウンドが勝負となるか。これは掴めず、うまく引っ掛けた。ダブルラリアットから昇竜でこじ開けるか。上から来た。地上の間合い戦は技の距離とジャンプをどう意識させるか。地
試合が硬直したか。水面下で何が起こっている。空間攻めのドライブラッシュ。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。バーンアウトしている。プレイヤー1、このバーンアウトはかなりきついか。中足頭上がガラキーダウンから、タオインパクトは受け止めた。きっちり落として、じいじいとしたバーン。最後は足元、プレイヤー1見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。次はどんな試合展開になるのか、どんなドラマが生まれるのか。体力は減らず、まだまだ試合はこれからといったところか。さあラウンドはまだ序盤、両者次はどうする。さあなんとか壁際は回避できたが、まだ予断は許さない。投げに行くが投げられず。プレイヤー1、ここでドライブゲージが突きかけているが、地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。上から仕掛けていく。ここから試合は終盤で緊張感が増していく。倒しきる。プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。上から来た。ここでドライブラッシュで前に出る。真空波動拳を打っていく。捕まえて投げ飛ばす。ここからどう動く。壁際のインパクトはパリーでいなすか。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。ダブルラリアットから中足を見せて、この飛びはガードが間に合う。受け止めながら、このドライブインパクトはガードさせて OK。 プレイヤー2、この見えている、バーンと意図していたか。潜在一遇のジャンプ、何を仕掛ける。最後は極めつけ、レベル3エセガー。しっかりフィニッシュ。残り体力はちゃんと見えている。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。誰もが見たかったこの一戦、祭りが始まる。さあファーストラウンド、注目していきましょう。飛びをガードして、さあラウンドはまだ序盤。ここは投げの選択肢、技を振れば当たる距離、危険な間合いに入っていく。流れが静かになったこの状況、どちらが先に動くか。距離があるので球を打つ。さあどうする。ドライブラッシュを使っている。攻めの姿勢を崩さないスタイル。仕切り直す。うまくラインを押し返した。さあ飛びはきっちりガードで対応。焦らずどっしり構えている。このインパクトは通らず、危険な状況になっている。ミスはもう許されない。距離はできた。追うか。試合の終盤、ここからの一球を。プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。対空キッチ、ここから何が起きる。次のラウンドが始まる。プレイヤー1、ドライブラッシュで前に出る。飛び道具をアクセントにきっかけをつかむか。プレイヤー2、
ここでの押し引きが重要。攻めのドライブラッシュ、蹴り下ろす。ダメージはほぼ互角。ここからの読み合いが鍵になる。ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングでチャンスが訪れた。めくりになる。目まぐるしく壁際の位置が入れ替わる。上は絶対に通さない。たまに被弾した。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。さあ受け止めながら、この距離は弾飛ばれなければ超強力。迎撃成功の形。どっしりとしたインパクトは受け止めた。よし、ドライブラッシュか。 SA ゲージが両者にはある。ここで投げに行く。さあここから、これはドライブ。投げが決まった。どうなる、受け止めながら。さあ終盤、舞台は整った。スーパーズゲージ運用に抜かりなし。やりにした。炎の拳がロックしている。プレイヤー1、体力はないぞ。ワンチャンス作れるか。ここで大きく前を取ってペースダウンを図る。オーバードライバーズ、ここからチャンスになるか。どちらもラインを譲らない。気合を入れろ。ここで回復。ハリーが耐える。しっかり打ち落とす。ダッシュするか。ここはダッシュ惜しみはなし。出血大サービスだ。クリティカルアーツが決まった。この先はもう気合の勝負。相手を上回る勝ちへの執念を見せる。上がケアしている。プレイヤー2、最後まで目が離せないギリギリの試合だったが、見事勝利をもぎ取った。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。飛んでいる。うまく投げていった。ドライブラッシュで前に出る。打つかすかすか、踏み込むか。地上の駆け引きの間合い。ドライブインパクトはきっちりだろう。さあここでパニッシュカウンター。大きなチャンスが訪れる。ここで飛びが通る。プレイヤー2、画面端のいい状況を作って KO。 プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。危険なドライブインパクトは受け止める。この距離は玉打ちで牽制していくか。試合は始まったばかり。まずはウォーキーパー、ドライブラッシュで前に出る。人来客、タクを迫る。ここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく。プレイヤー1、ここは我慢の時間帯になりそうだ。ここでバーンアウト、試合が動くぞ。プレイヤー1、ドライブゲージがないこの状況、なんとかしのぎ切りたい。このドライブインパクトはガードさせて OK。警戒している。できている。フィニッシュ。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。弾を使って膠着を破るか。蹴り下ろす。この切り返しはケアしていた。飛び道具が生きる距離。さあ終盤、舞台は整う。この飛びは見えている。この前に出て投げに行く。悪空を切る。弾を使って相手を動かす算段か。プレイヤー2、この画面端で火力とともに一気にギアを上げていくか。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。自分を信じて、いや、迎撃成功の形。どうにでもフィニッシュ。プレイヤー2、さす